それでは MC ナショナルコミコミ型疲労回復ソリューションのご紹介いたします。まずアジェンダですが、まず疲労回復は、ですね、簡単に、お話しますと。で、続いて、CAE ベースですね、の疲労回復のシステムの話もついて簡単にご紹介したいと。その後に MC ナショナルコミコミ型の疲労回復ですね、面に紹介していきたいと思います。その後ですね、ケーススタディ、としてですね、我々今はですね、ベータテスト段階で、ですね、いろんなテストを行ってきてますので、それをご紹介したいと、最後にまとめに入りたいと思います。まずはですね、皆さんご存知かねないですけれども、引っ張り圧縮を曲げ、あるいはですね、ねじりなどの繰り返しをですね、ボルカにある構造物が静的強度よりもはるかに低い応力においてもですね、破壊が低くする現象は皆さんご存知だと思いますけれども、こういうの現象は疲労破壊というふうに呼ばれています。通常構造部材が数十万の繰り返し荷重を受けると、その部材内部ですね、の微子的な結晶流、非検出血管、あるいは介在物によるですね、微子的な亀裂が発生し、その亀裂が繰り返し過剰により安定的に成長して最適に破綻に至ることになります。で、その疲労回復に関する、メカニズムとしては、ですね、すでに創生が解体していることは分かっていますと。一見ですね、創生が発生していないような硬い過剰はないと思われますが、微子的に見ればですね、創生が確かに発生していることはですね、今は分かっていることでますと。実際疲労の過程としてはです、ね、通常疲労の亀裂の発生までの過程と亀裂の進展過程は分かれていますと。右の、ですね、グラフに示しているように、まず第一段階としては亀裂発生の過程として、よく言われていますと。その段階においては特に、部材の表面ですね、で結晶流内においてですね、滑り変形は主に、生じてまして、その応力ですね、引っ張る応力ですね、そこに対してほぼ45度の方向に、入り込みと突き出しなどからですね、先端滑り台からですね、亀裂発生して、それらの微小亀裂は合体して、最終的にはマクロ的な亀裂は形成されますと。第2の段階としては、挙手的にはですね、省力と直角方向に、亀裂は安定的に成長するような過程にあります。最後の段階は、いわゆる、疲労破壊人生人間ですね、発する段階で、急に、破壊するようなことは指していますと。で、下の方に書いているように、全体の構造ですね、あるいは部品の全体の寿命としては、いわゆる、亀裂発生の寿命から、ですね、亀裂成長までの寿命ですね、足し合わせることによって、全体の寿命になりますと。で、実際、疲労破壊解析の歴史としてはですね、ここでですね、もちろんいろんなたくさんなですね、発展はですね、してきましたけれども、主なものとしてはここの中に示しているようなものです。まずですね、19世紀というのはですね、1820年の頃ですね、もう繰り返し過剰ですね、産業革命によってですね、そういうのも、例えば蒸気機関車とか鉄道とかですね、それらの、ですね、産業機械の、ですね、革命によってですね、そういうような機械出てきまして、繰り返し過剰はそういうような構造出てきますと。で、その後、ですね、40年代になりますと疲労というような概念は出始めまして、で、あと応力集中とかですね、そういうものが出てきますと。実際ですね、1850年代から70年代までですね、オーガスト・ウォエラーですね、という方からですね、疲労に関する経度的な調査を行って、初めてですね、SN センズというような概念は、形作り出していたと。で、実際はですね、その後またサイクル変形による、バウシング効果とか、あとは疲労に影響するための平均応力の効果とか、いろんなのがありますと。で、20世紀になりますと、いわゆる先ほど申し上げた疲労破壊のメカニズムですね、いわゆる内部組成は発生してまして、先端応力からですね、
先端ステベル面からですね、ケルティショール系図発生して、それを合体して、マクロテクル系図形成するとか、そういう話はもう大体はっきりしている段階ですけど。で、あとは、いわゆる、まあ、破壊力が落ちた20年代になりますと、まだ破壊力が落ちた線形破壊力という概念は、グリフスから提案されまして、で、あとは、まあ、45年ぐらいですね、マイナーというような、非道に関する論収束ですね、線形論収束は提案されています。で、その後にまた、ですね、いわゆる組成歪みによることですね、非道破綻、破壊解析、あるいは停止、サイクル疲労解析による話は、ですね、そういうような概念を提案されまして、ですね。で、60年代、70年代は至っていると。で、大きな出来事一つは、67年は日本でですね、安藤さんという方ですね、いわゆるレインフォールカウント法ですね、いわゆる、家に変動する荷重にですね、そこでいかに、サイクルカウントして、疲労を、損傷計算のですね、累積速を、速して、ダメージを計算するという話は、まあ、そこのサイクルカウント手法はいろんな提案されてますけれども、現在一番よく使われているレンフロー手法は使いますと。で、最後の2つですね、書いてあるのは、赤に知ってますけれども、要は、PDA ですね、当時は PDA エンジニアですけれども、あと NC、今 NC 一緒になってますけれども、あとエンコードですね、共同で、世界で初めてですね、CAE ベースの疲労解析システムというものは MC ファティークをですね、当時はいわパタランファティークでされたんですけれども、世の中に提供していきますと。現在に至ってますけれども、で、今年は、まあ、6月リリースする予定ですけれども、MC ナイスラン2013からですね、ま、さらに、実際の疲労解析コードですね、MC ナイスランに組み込むことによってですね、ナイスランインバイティルファティークというような、話になります。まず、自動解析化と構造物の発送の原因ですね。よく言われてますとは、ですね、80% 以上は疲労が原因でして、だから、応力解析で疲労不要とか不自由です。で、今、応力で、もたくさんの変動作業を参加しておいて、あたりする。もちろん、彼と使う4名の意見を知ってから、調べるんです。あとは、これはバイク、非常にしてまして、それを、で、疲労を予測するためのアプローチとしては、まあ、大雑把に分けますと、そこの2つありますけど、まず実験ベースというやり方ですね。これも今でもですね、森田さん、それ、使ってますけれども、ですね、やっぱり諸最適の承認 においては、設計できて、例えば最適化を行った後に、きちんと本当にいけるかいけないは、やっぱり実験を試作に作って、で、実験を、行ってというケースもよくあります。で、あとは、それだけではなく、正確な荷重リーフルデータを求めたり、あるいは、後ほど議論するような、疲労を計算するために、疲労特性のデータが必要がありますので、それも実験から求め、一般的に求められています。あと、4元要素解析の結果は本当に、正しいかどうかの確認ですね。で、解析の結果との相関を取るという意味では、やっぱり実験解析が必要だと思います。下に示しているのは、いわゆる疲労解析ですけども、どちらで言えば、これを言ったのはですね、CAE ベース、あるいは解析的な手法を使っているようですね、ものですけれども、これは、一番目立ったものとしては、試験ですね、試作編とか試験の回数を削減するですね。あるいは試験を行うための二次案とか、あるいは高速、加速試験とか、そういうものを、行うために必要だと。ですね。従いまして、正しく疲労寿命を予測するためには、上に申し上げたような実験的な手法と、解析的な手法はどちらでもですね、必要になります。
実際は解析的手法で、申し上げて、どのようにアプローチあるかと申すと、まずですね、伝統的に、電磁波を解析的手法でも、いわゆる、よく言われているのは SN 法でありますと。これは応力は、断定範囲の応力をパラメータとして、疲労解析を行いますけれども、実際は、部品か、あるいは構造ボード全体の、破綻までの準備を予測しますと。で、こういうのアプローチを使って適用する範囲としては、主に高サイクル疲労、いわゆる、破綻の繰りまでの繰り返し回数ですね。重労、ですね、1万回以上であるようなケースですね。適用しているケースは一番多いです。で、2番目の方法としては EA 法と言いますけれども、これは、ですね、亀裂発生解析のアプローチでして、で、局所的な、歪みによるですね、疲労発生時による解析を行います。で、適用範囲とは主に低サイクル疲労に適用してまして、低サイクルを指しているのは、いわゆる、損傷、マクロ的な亀裂ができるまでにはですね、大体、1万以下の繰り返し回数で、マクロ的な亀裂はもう形成されているようなケースは指していますと。で、実際は、それマクロ的な亀裂で言っているのは、大体およそ1から2ミリのような亀裂が発生したようなことを意味していますけれども、実際ですね、それちゃんとした定義がありまして、耐久力ですね、後続の耐久力は、亀裂発生によってどれくらい低下したかですね、それ基準がありますので、ある、ただ大体は多分 10% ですけれども、耐久力を低下した場合は、もうマクロ的な亀裂が存在して、発生したということを言います。主に適用しているのは自動車の業界よく使われているアプローチでして、それ場合はですね、ある程度の変形が、生じてもですね、車としての基本治療は損なわれないように設計されていますので、で、蘇生は基本的にですね、考えてますので、SN 法と比べてですね、EN の方がよく適していますと。もう一つあるんですね、線形破壊力学にベースしたら、血進展解析だと。これはですね、応力拡大係数範囲と、血進展速度との関係を、ですね、定義しているパリス速に沿って、昼血進展解析を行いますけれども、このアプローチは一般的に航空業界とかですね、原子力とか、そういうような業界に、よく使われていますと。今日は、ここにもし、これから紹介するものを主に上に申し上げている SN の方と、EN の方ですね、限定して、進めていきます。まあ、もう少し話しますと、いわゆる高負効率よりですね、低い、繰り返し価値を作用した場合ですね、ほとんどその場合ですね、マクロ的にはほとんど蘇生変形、変形は、伴わないようなですね、場合でも、ですね、大体1万回以上のですね、繰り返し回数で破壊するような現象に適用するケースですけれども、で、評価においてはですね、応力パラメータとしてます。中に実際疲労の評価においては、どうしようかとまたもう少し出てきますけれども、特徴的なものとしては、レンフロー法により、サイクルカウントですね。他の手法を使うケースもありますけれども、ナショナルインバディファティーグ、いわゆる、MC、ナショナル組み込み型ファティーグにおいてはレンフロー法を採用していました。で、あと実際は疲労を、寿命を影響するファクターとしていろんなのありますけれども、平均応力をですね、要は引っ張った状態での繰り返し過程と圧縮した状態での繰り返しによってですね、寿命違いますので、それらのですね、補正する必要がありますと。あと、溶接構造部に対しても、SN 法はよく使われていますと。で、実際は、疲労のデータにだろうが、過重だろうが、ばらつきが多いですので、それはばらつきに考慮したらですね、諸橋としては、統計信頼度パラメータとしても、ですね、確率的に評価するケースがありますので、そういう場合も、考えられますと。で、実際、疲労の損傷計算においては、マイナーの線形損傷、累積損傷速を適用しています。で、特徴的に我々は、どちらも出てきますけれども、実際、我々一般的にはですね、何キロとか、何マイルとかですね、何フライトとかですね、というような単位を使うことによってですね、ユーザーさんの設計する部品によって、そちらが使いやすい単位に、ですね、製品の寿命評価を行うことが可能です。あと、表面処理とか安全率計算でも、そういうものも対応できています。
で、一方ですね、亀裂発生、開始現象法としては、まあ、高い応力の狂った球によってですね、組成変形を伴いながら破壊する定着力軌道に適用します。で、この場合ですね、応力ではなくて、損傷の評価パラメータとは歪みをパラメータとして使っていますと。で、実際考慮する輸論ファクターとしては、先ほど SN 法と適用する輸論モールは、かなり近いようなアプローチを採用していますけれども、で、実際のパラメータとしては、いわゆる極小歪みの概念を基づいていまして、で、あとはいわゆる、先ほどと違うものとしては、繰り返しですね、応力歪み、モデリングというですね、そういうようなところは違っていますと。で、あともう一つはですね、弾性、組成、補正といいますけれども、実際は、例えば融合要素の結果ですね、非線形回数芸の弾組成回数芸の結果を利用して行うケースもありますけれども、で、後ほど紹介するの第1フェーズドルリースでは、で、線形性回数芸、あるいは線形可動と回数結果を利用してもですね、リブシの N 法を使っている疲労発生、準備法が回数を行うことが可能ですので、その場合は、弾性回数から得た応力歪みを、ですね、ノイバー速とか何かですね、そういうの変換速がありますので、利用しまして、中で実際の、弾性組成の、歪みですね、求めて、あとは、油分線図と、照らし合わせることによってですね、損傷の評価を行っていますと。で、じゃあ実際ですね、先ほど、そういうような手法ありますけれども、じゃあ CAE との組み合わせですね、どうやって使うかと言いますのを聞くと、これから議論していきたいと思います。実際ですね、まずこれ SN 法ですけれども、N 法とも基本的な考え方は同じですけれども、ここですね、SN 線図ですね、ログスケールですね、で、表しているような場合ですね、SN 曲線は直線になりますけれども、縦軸は応力、あるいは、解析、あるいは、実験から求めた応力の、ですね、サイクルの振幅に表しています。横軸は破綻マーベル寿命ですけれども、ですね。で、実際ですね、この曲線と、疲労、応力の振幅レベルを合わせることによってですね、で、疲労寿命は、破綻マーベル寿命は求めることがあるんですけれども、ですね。実際は、この線図をベースして疲労寿命を評価しますけれども、疲労寿命を求めるためにですね、関わっているものとしては、まず応力の振幅ですね、正しく評価できるかどうか。あともう一つは、疲労曲線ですね。これ SN 曲線は、得られているかどうかですね、関わっていますと。で、CAE ベースでの疲労解析としては、基本的には応力の振幅には、ですね、これは実解析から求めますけれども、疲労曲線は、要は実験から得たものを利用して、で、あとは、後ほど議論するようなマイナス速を適用する手術は損傷準備法をしますと。で、実際は申し上げたように、例えば、有名予想は、我々使ったのは、構造構造を、ですね、負荷荷重であった場合ですね、それを負荷荷重に対して構造を与えて、あとは、正解があるいは同解析を行うことによってですね、実際の中の、応力は歪みを行うことに、なります。今までの CA 解析が大体この段階で止まっているケースが多いんですけれども、その後、あるいはですね、何らかの経験式につながって疲労寿命を行ってますけれども、あるいは単なる応力レベルですね、あのレベルになんかいいかであれば、まあ、それで疲労は大きな問題にならないという評価しているケースが多いんですけれども、それはですね、応力レベルはもし一定であればですね、変動レベルは一定であれば割と簡単に SN 線図照らし合わせることによっては評価することかどうですけれども、もし変動荷重ですね、荷重自身の振幅は、ランダムになったり、あるいはですね、振幅ですね、変動した場合、高くなったり低くなったりですね、そういうような荷重を左右した場合は、もう、評価ですね、割と負担になりますので、これ通常先ほど申し上げた SN 方、あるいは油脂の方ですね、で、マイナス方を適用することによって、評価、してなければなりません。なりません。で、今日からアルクズムとしてくること、大雑把に表すと、このような形ですけれども、左側の、一番右をですね、書いているようなは、有害要素から、正解析、あるいは同定解析ですね、求めた応力を、歪みは、例えばある接点ですね、応力歪みはこうなりますと。
で、それを、あと実際は我々サイクルを計算するためにピークとかです。バリーはまずそれなら代表的なようなオールが高いところと低いところとの点を取り出して、で、あとはレンフロー関係ですね。使うことによって、それを実際それぞれサイクルですね。何サイクルあるかですね。評価しますと。で、例えば、50ぐらいの量の振幅の応力は何サイクルあるか、100ぐらいの、大きな、振幅があるようなケースは何サイクルあるかですね。そういうものをカウントしますと。それをカウントしたのにマイナス速ですね。適用するしますとですね。で、マイナス速を適用することによってですね、SN センスを使って、ですね、損傷を評価しますけれども、それを、足し合わせることによってですね、で、いわゆる損傷は全体の損傷を評価しますけれどもですね。その結果として出ててですね。で、損傷とアイドルヒストロンが出てますけれども、いろんなサイクルの、振幅のサイクルの荷重に対応している損傷を、出てきますですね。で、これは足し合わせると全体の損傷になりますけれども、で、それをからですね、あとギャップ数を求めることによってですね、いろいろ寿命を求められると。で、こういうものは大体一般的なですね、疲労回復の評価書の中で出てますけれども、で、MC ファティックの中でも大体こういうものを採用してますと。実際、疲労回復の歴史と、CL 環境の適用は、申し上げますと、一番上にですね、では、19世紀ですね、1842年ですね、バルサイユというところが大きなですね、初めて大きな構図事故ですけれども、当時ですね、蒸気機関車、鉄道の車軸ですね、破綻することによってですね、ですね、人を、亡くなったりすると。で、それは一番最後の、ですね、疲労による大きな災害になると思うんですけど、人工物に相手ですね。で、SNS 局の先ほど申し上げたように、もう19世紀の、1840年代のできたようなところですので、だから、まあ、160年の前だと。疲労破壊のアルグリムに関しては、もう大体100年ぐらい、まあ、1000前からもうだんだん分かりずっていたと。あと、技術進展解析には、ここにアニメーション出てるようなものほどいかませんけれども、パリス速による技術進展解析速は提案されていますと。一方ですね、T2 ベースの解析では、もう MC ナイスは今まで初めてできたのは1971年ですので、ちょうど今からだと大体42年前なんですけど、あとは、先ほども申し上げたように、1990年か92年ぐらい頃は MC ファティーグですね、CAG ベースの疲労解析とはできています。あと、その後、いろんな発展があって、動解析に、周波数ドメンでの周波数、疲労解析を開発されたり、ボタンスミトル連携によって、より疲労解析を行ったり、いろんな、とは、精神経解析結果でも利用して、疲労解析を行ったり、ですね、いろんな発展はしてきますと。で、今年はリリース、6月くらいになると思うんですけれども、MC ナイスのリリース、13のリリースにとともに、これから説明する組み込みがあたり疲労解析は、ですね、皆さんは使えるようになります。実際の時は、先ほどの話もありましたように、で、まず、有無要素からですね、いわゆる部品の中のですね、応力歪みの履歴を求めまして、で、あとは実際これは荷重ですね、疲労の変動荷重履歴ですけど、あとは実験から求めた衛生センスを、あるいはウィムセンスを照らし合わせることによって、いろんな疲労解析オプション、先ほど申し上げた最も基本的なものは SNS 法とか EN 法とかですね。それらのものを適用することによって、で、右側に出ているようないろんな疲労、寿命のコンターとかですね。で、損傷ヒストグラムというような結果を求められますと。実際は MC ファティーグのモジュールとしては、こんなに盛りたくさん書いていますけれども、先ほど申しがあったような、最も基本的なものとしては、SN 法とか、イブシロン N 法、あとは、血進展ですね。あとは、周波数ドメンでの振動疲労解析とかですね。そういうようなものを申し上げると。で、あと、自動車の、スポット溶接とか、シーム溶接量専用の、モジュールも開発されています。で、大体そう、これは MC ファティーグ中にの、構成は大雑把にそうなってますけれども、実際ですね、これから紹介するものとしては、組み込まれる疲労解析を行うと。なぜそれ
状況を考えますと、ですね。で、先ほど申し上げた、CM ベースの諸箇所、システムとしては、基本的に、4の要素から求めた結果、応力、あるいは歪みですね、利用して、それを後処理として疲労解析となっていますと。で、いろんな疲労が開発されてますけれども、一つの問題はあるのは、割とファイル管理、たくさんのファイル管理があると。で、マルチステップは必要であると。よってですね、それを疲労解析を行うために、コストと手間がかかるという問題があります。じゃあ、これらの問題を解するためにどうするかと言いますと、我々提案しているのは、この疲労解析ソルバーですね、NCNS に直接取り込んで、で、ですね、先ほど申し上げているような、ファイル管理の煩雑さとかですね、マルチステップを楽することによって、解析の計算を高速を行うと同時に、あとは NCNS の中でも、先方、形状、移送とか、そんなの最適化サポートしていますので、で、内緒の中に取り込むことによってですね、疲労に関する最適化も拡張することが可能になります。実際、我々始めているリースでは、ここまでは、やってきたと。実際、これは、図の中に書いているように、ですね、まず、例えば、4要素の、データを、これ IFP は内緒の言葉なんですけれども、インプットファイルプロセッシングということで、ファイルを読み込んだ後に、解析のところには4予想を使って、より応力は歪みを評価して、ですね、その後にすぐですね、その後にすぐ疲労解析を行うことによってですね、計算は高速に行うことが可能ですと。オーカルファイルも出力することはしなくても済むだと。というものを目指して考えて書いてます。実際は、リリースする予定としている記録では、まずですね、今年6月は初めてリリースだけれども、まず正解析ですね、ベースしている疲労解析がサポートしますし、あとモデル稼働応答解析にですね、手法をソル103と112は対応していますと。で、103は基本的に皆さんご存知の方が多いと思いますけど、固有子解析、固有モード解析を行う手法ですけれども、この場合ですね、モーダルストレス、あるいはモーダル、ですね、沈みは計算して、あと外部からですね、ノートを利用して、その起用率を、求めて、それをモータルステルスは、ですね、足し合わせることによってですね、全体の応力評価することが可能ですので、それを利用する、出る計算も可能と。実際する場合は、もし弊社のソルバーを使うと、皆さんは103のモータルストレスとモータル沈みを利用して、あとはアダムスを利用してですね、その起用率を求めることによって、疲労計算を行う可能と。一方、ソル112の場合は、直接モーダル、応力を評価することが可能になりますので、時刻力ですね、それを利用している疲労計算は直接行うことが可能です。その200サポートシステムは、今回の初めての計算においてはですね、線形性解析に関する疲労の最適化はサポートする予定、しております。で、実際適用する手法としては、先ほど申し上げているような、応力寿命予報と亀裂発生、寿命予報はサポートしてまして、あとはですね、安全率計算、いわゆる寿命に対するですね、設計寿命に対してどれぐらいの安全度合いがあるかですね、それを安全率計算を行うことが可能でありますし、さらにクリティカルプレーンという手法もサポートしていますと。マルチエクスロパティックに対しては、これクリティカルプレーン法を利用することが、計算できますと。で、技術資料としては、MCNS のクイックランスガイド、リリースとともにリリースガイドはですね、用意してますし、あとはクイックランスガイドの中の、関係の入力データも追加データですね、まとめますと。で、さらに、実際ですね、これ、コミコム型の疲労解析に、ですね、用のユーザーガイドは用意されてますと。で、実は、ソル101に組み込みがあたる指導解析ではですね、例えば皆さん101ご存知の方多いと思いますけど、まずサブケースごとにいろんな過重度、パターンを与えますと。そのような過重パターンと、実際この下に書いてある式に示したように、ケース1とケース2に1の、例えば単位過重を付加した場合、そういう単位過重の、応力も含めて、あと実際はその単過重に動的な時刻力荷重をですね、加算することによって、実際もし動的効果を無視できるようなケースですけれども、こういうふうには使うことによってですね、実際の荷重を全体の時刻力におけるですね、
王力の自国を求める、自国力を求めるからです。これを使うことによってですね、あとはヒーロー評価は行うことは可能でますので、ダミーという計算はできます。実際は、先ほど応力を、それ1枚で使って計算しますけれども、応力、疲労計算用の応力を引いてみは、基本的に要求しなくても構いません。で、ですね、サブケースごとに、データの荷重パターンは、組み合わせることによって、いろんな疲労荷重パイベントを合成することが可能でして、で、荷重イベントからですね、さらに、デューティーサイクルを合成することによって、いろんな荷重の組み合わせを使うことによってですね、疲労の計算を行うことは、行うことは可能になります。で、こちらは、モデルを使っているようなアプローチですけれども、これでもですね、実際の、策を非正的な荷重ではなくて、この場合はですね、実際動的効果があるような場合ですね、考慮しないといけないような場合は、この手法を使うことによってですね、で、実際、より現実的に、ですね、動的な、完成効果は、考慮しての応力を評価することになりますので、より精度の高い計算を行うことが可能になります。じゃあ、実際はこのようなサポートしますけど、どんなようなメリットがありますと、要はソルバーの中でワンステップとしてのですね、疲労計算を行うこと可能ですので、で、まず早いだと。要は第一部の疲労回数で計算時間の大幅に短縮できるとですね。で、2番目のメリットとしては、ファイルはサイド小さいとかと。言ってるは、先ほど、もうですね、実際疲労計算において、応力とか歪み、そんなものを出力しなくてもいいですよ、ですね、申し上げました。応力、それは、自国特に動的で稼働、応答回数に多いとですね、もし自国で元の応力全部ファイル出力するのが爆弾のファイルがありますので、で、それを出力することによってですね、で、あとは外側から読み込むことには非常に時間がかかりますと。で、一方、こちらでは、ナイスランに組み込みがで拾う計算では、応力とか歪み出力せずしなくても、拾う計算は行うこの稼働ですので、ですね、ファイルは非常に小さくなるんです。よってですね、より大規模で拾う計算は可能になりますと。で、中間ファイルもいらないと思いますし、それなら出力変換、転送も不要です。で、あともう一つは、後ほど、若干簡単な事例を使って説明しますけれども、移植性は非常にいいだと。で、ここに言っている移植性は、要は拾う回数のプロセス、それ全体はですね、MS の入力ファイル、ASCII の入力ファイルに記述しておりますので、で、マシン間とか部門間とか会社間のですね、やり取りですね、非常に容易に行いますと。あと、透明性を言っているのは、要は、先ほど ASCII ファイルを拾う計算のすべてプロセスで記述してますよということを言っています。によってですね、で、誰に見ても、何そのバルクデータは見ていただければですね、その中に拾う計算のプロセスとか、どんなような価値を使って、どんな材料特性を使ってですね、どんなような価値を使って、疲労計算を行うというかは、データファイルの中に全て記述しているのがありますので、それを見ていただければ、全てのものはですね、明らかになりますと。全て応力解析じゃですね、いわゆる有用要素を使っている解析では疲労計算は可能になります。で、あとはもう一つ最適化言っているのは、この疲労寿命か損傷に関する最適化の計算も、簡単に対応できますと。実際ですね、この早いということは、ここですね、イメージに書いてるようなアニメーションがありますけれども、実際ですね、例えばいろんな荷重パターンの、対する応力解析を行いますので、入力がたくさんのファイルがありますと。で、それは、あとは途中の応力とかいろんな出力を計算して出力しますので、それらの出力した後に、あとはファイルを転送して、あとは、パターンを使って、それを、ですね、MC パティックを使って、それをデータファイルに変換して、いろいろ計算用にデータを用意すると。あと、出てる結果も送るファイルを出力されます。これ、重要ですね。これ、MC パティックは例として挙げてますけれども、実際他の商用、他の会社の疲労解析ソフトも大体は似たような状況だと思います。一方、NEF を書いてはライソンインベディルパティック、いわゆる MC ライソン、組み込み型疲労解析では、入力ファイルは基本全部、概念的に言いますと一つで済むだと。出力も、一つファイルで済むですよですね。で、最適化までもサポートしますので、簡単にできますと。
で、あとは途中の結果、いろんな判断と処理は楽しますので、で、実際の計算は非常に、早いだろうと。これは我々ドイツの、ある自動車メーカーですね、ベータテストの段階で使っている事例ですけれども、ギューナル製品使っている計算は44時間かかっている計算ですね。で、ナショナルインバイティブファティークを使いますと、1.2 時間で済む、できたとですね。もう、ですね、十数倍くらいくらいですね、20倍ほどくらいの高速化はできてます。一般のファイル小さいということですけれども、ここですね、通常、もし、車丸ごとに昼計算を行うために、応力ファイルを吐き出すには莫大で、ですね、ファイルサイズ莫大になりますと。で、例えば200ギガくらいようなオフィスファイルとか、FES ファイルはフルヒードを計算するための用意するファイルですけれども、応力ファイルですけれども、それはですね、まあ、珍しくないですけれども、一方、MC ナショナルインベティファティックを使いますと、代表的入力ファイルと出力ファイルは、だいたい数十メガぐらいで済みますと。ですね。後ほどもう少し具体的に使って、これをご説明していきたいと思います。で、簡単というすることは、これ、ユーナイの、疲労解析ですね。オンリン型で疲労解析システムを、示しているんですけれども、有無予想を計算して、ファイルを出力して、また疲労解析にも立ち上がって、で、いろんなファイルを読み込んで、用意して、計算して、あと疲労、結果出すと。で、また最適化を行うために、マニュアル的にやらざるを得ないと。こういう煩雑なアプローチとフルステップになりますけれども、MC ナショナルインベティファティックスも、これなども全部なくしました。ですね。非常に簡単になります。一応それとは先ほど申し上げているように、要は基本的に ASCII ファイルで記述されていますので、内部の大きな応力とか、歪みの、出力ファイルも、なくても構いませんので、ですね。部門間ですね。の、計算プロセスとか、データの移植を非常に簡単に行いますと。で、透明性ということは、いろいろ、これから若干説明しますけれども、従来のナショナルの、例えば何十万ぐらいのようなですね、大規模なファイル、入力ファイルが、あるような入力ファイルでも、これぐらいのですね、全部で、11枚、12枚ぐらいのような新たな入力を追加するだけで、疲労計算を行うことを可能です。一番は、ケースコントロールとしてファティーグですね。要は、一つまた複数の疲労解析を要求します。まず何をやるのはここで指しますと。実際はどこで何をやるかと言いますと、ここを、ファティーグを、FTGDF ですね。ファティーグデフィレーションというところに指定します。これ、要素特定プロパティを利用して、疲労計算領域を指定することが可能になります。あとは疲労解析活用ですね。ここは FTGDF。E ノードとか FTG イベント、シークエンスとかですね。これらのものを使って、いろんな、複雑疲労荷重パターンを定義することが可能です。実際、疲労計算には影響するような、ですね、表面仕上げとか表面処理とかですね。それらのものを、定義するには PFTG ですね。パラメータファティーグという話になります。あとは、疲労解析の特性ですね。いわゆる先ほど SN センズか、ユブスユのセンズは、それらのものを、マッチョ FTG というものを使うという定義すること、可能です。で、もしユーザーさんはですね、これらの疲労解析データなければ、引っ張り強さとかですね、ヤング率によりですね、検知的に推定することは可能ですので、これも MC 組み込み型の疲労の中に取り入れています。要はユーザーさんは、ですね、引っ張り強さとヤング率を与えることによって、中で簡易的な、ですね、疲労特性を求めて、それを利用して疲労計算を行うかと思います。あとは、下に書いているような疲労解析パラメータを指定ですね。SN センズ使うか、優秀のセンズ使うかですね。応力は使うか、歪み使うか、それなど定義は一番下に書いていますと。あとは、まあ、もう一つ。今サポートしますよ、200を使ってですね、これ簡単な我々最適化の中には手続き事例ですけれども、この非道で計算までもサポートしてますよですね、イターズを世間数使ってまして、重量を最初としてますけれども、あとは疲労寿命に対するですね、いわゆるあの制約条件を与える場合は、こういう事例も、うちのユーザーも先ほど申し上げた、MSG 組み込みがあたり疲労解析ユーザーガイドの中に、一事例で示してます。実は例題を示しています。ま
まずこちらは最も簡単なですね、キーホールモデルですね、使っていろいろ計算やってますけれども、荷重と出力は完全な両振りの荷重ですね、0から、1万、あとはマイナス1万、0というような荷重の組み、繰り返しですね、で、計算の疲労計算を行ってみたいと。入力データはどのくらいになるかというと、実際ですね、これファイルはですね、数千によるくらいになりますけれども、いわゆる通知の設定のデータが有用予想のデータですので、で実際の疲労回数に必要なものだけ示している、これが赤示しているんですね。で、一番少ないものというのはファティーグイコール44とか、ファティーグロード44、これは参照していますと。いわゆる先ほどの、0から1、これは1に入れるとは、いわゆる、まあ、1万入れても構いませんけれど、あとスケールファクターかければ優しくなると。で、そこの、0から1、マイナス1、0という価値を定義しますと。あと、疲労解析としては、ここに与えてますけれども、要は、正的な解析を行って、疲労計算を行いますよと指定していますと。で、SNZ は利用してますよですね。この場合は SNZ は与えてますと。これだけ測ればですね、従来は、例えば1000尿とか2000尿、数千尿のような入力で中で、これくらいデータを追加するだけで、疲労計算を行うことが可能になります。じゃあ実際は、表情結果を見てますと、これも、ナイスのご存知の方だと、ナイスの F0 のコファイルの中に出力ですね、通常の、接点の応力とかですね、接点の歪みはというものは出力用のパターン結構似てますね。例えばこちらは要する番号をはじめあって、接点番号、あとは例は0と1に、例えばシェル要素だったら表とか裏とかですね、そこの、それなる接点の寿命、あとはログナイフですね、ログスケールの、寿命、あとは損傷、後ろ行けば損傷とかですね、あとは最大、経験した最大応力、最小応力、あと安全率、解析を行った場合、そうする接点の疲労に関する、疲労寿命に関する安全率を、出力してくれますと。で、入力はいろいろそれくらいありますけれども、じゃあ実際はいろんなケース主体でご紹介していきたいと思いますと。で、こちら、ですね、ヨーザーのマニュアルの中にの事例はご紹介していきたいと思います。で、こういうのものは、手続きを示すために、ですね、ある程度代表的な使い方は示しています。まず一番のものとは、線形性解析によるですね、SNSENS による応力寿命の手法を利用しまして、で、単純な荷重及び複雑な荷重を使っている計算を示しているようなのは、ヨーザーズガイドの中には示しています。で、下に示しているのは今度ですね、こういうようなブラケットみたいなような構造ですけれども、それの線形、性解析の結果を利用して、今度は、破断までの寿命の計算ではなくて、疲労切れと発生の寿命の計算ですけれども、というような事例を示しますと。次に示しているのはもう少し複雑な事例になりますけれども、これもユーザーのマニュアルの中の例題でして、応力寿命センスを利用しまして、多数の複雑な荷重をですね、作業した場合のような計算になると。で、ここですね、実際の、確かこれ、航空機の、エンジンマウントみたいような構造を、模擬したようなものですけれども、実際、航空機でですね、離陸、着陸、いろんなパターンの、荷重ボタン、荷重をですね、エンジンマウントに作用する荷重パターンを用意してますけれども、それなる荷重パターンは作用した場合、それエンジンマウントの疲労寿命を評価しているような計算の事例ですので、ここを示しています。いろんな複雑な荷重のパターンを組み合わせて疲労計算を行っています。次というのは、こういうような自動車部品ですけれども、こちらは今度は亀裂発生までの寿命の計算ですけれども、ここを示しているのは、いわゆる複雑な荷重、いわゆるデューティー疲労解析の中でデューティーサイクルと言いますけれども、実際ですね、例えばですね、こちらテストコースを、文字してますけれども、こちらはですね、畳石道とかですね、石畳の道とかですね、くぼみのあるようなところの道とか、ちょっと英語小さくてよく見づらいけど、バンパー、スピードバンパーあたるような場合ですね。あとは、環境労働といって、田舎の、道で、まあ、いわゆる右に、曲がったり、左に曲がったり、そういうような非常にいろんなパターンの、道路事情を模擬した荷重パターンで、自動車の部品の疲労解析を行っているような、事例を示しています。
これらの、いろんな過剰パターンですね、組み合わせることによって疲労回復を行うことは、MC ファ組み込む型の疲労回復が非常に単純に行います。しかも、ここで実際、最初に与田さんは望む、ですね、指定によって、できるものとしては、例えば石畳に乗った場合の、損傷どれぐらいになるか、で、そこのくぼみを乗り越えたら、ランケースを乗り越えてどれぐらい損傷を与えるか、バンパースピードはどれぐらい損傷を与えるかですね、それぞれの、荷重パターンですね、ケースによって、の、それぞれの、損傷の企業分を、計算することもできますし、トータルの損傷ももちろん求めてくれますと。次は示しているもっと複雑な荷重のパターンを組みましたけれども、計算パターンですね。例えば、後ろの一番上のはセット1につく。これはモーターの使用、稼働と回数を使ったケースですけれども、一番上にはセット1、これですね。これは101、102、103と書いてますけれども、あとはファティーク、括弧セットイコール1は、要は いろんなパターンの複雑な疲労計算を行いますとですね、というふうにしています。で、荷重ケースを見てますと、ここはですね、例えば、左側の固定して、右側には X 方向、Y 方向、Z 方向、それぞれ荷重を与えたら、変動荷重を与えた場合と、3つの荷重を同時に与えるようなケースモデルにしていますと。ここのサブケース1、サブケース2、サブケース3、サブケース4が、それぞれ X 方向の、自己方向の荷重と、Y 方向の荷重とですね、水平方向の荷重と、ですね、Y 方向の荷重を与えますと。あとは、サブケース4の場合は、それを3パープの荷重を同時に左右しているケースを指しています。で、実際ですね、そこと右側に見ると、FTG6、先ほど、まあ、簡単に説明していますけれども、それぞれ安全に計算を行いますと。要は、X 方向の荷重、自己方向の荷重を与える場合と、水平の荷重を与えた場合と、Y 方向の荷重を与えた場合の、それぞれ安全率の計算を行いますと。で、これ下に書いてあるのは、今度は、安全率計算だけではなくて、SN 報道によりですね、破綻まず10名の評価を行いますよと言います。今度は下に行きますですね。で、今度は、3つの荷重を同時に作用した場合での安全率計算と、あとはさらに下に行きますと、それぞれですね、3つの荷重を同時に作用した場合、あるいは、シークエンシャルにですね、シークエンシャル的に作用した場合の、ですね、安全に、疲労寿命の評価を行ったようなパターンですね。このようなものを大体これぐらいのデータを追加することによって、どんなに複雑な有害に関する構造であっても、こういうような計算は、疲労計算はこれぐらいの入力で行うことが可能になります。で、今度はこれは最低から計算事例ですけれども、要は、自動車部品の事例ですけれども、実際使っている板図としては15種類のシール板図で重量を最小化した人、制約と要件としては疲労寿命を、ですね、対して制約条件だったと。それ出ている結果としては、こちら、簡単な部品ではですね、重量を 24% 経験できながら疲労寿命は 15% 増加できたと。で、実際のこれ板図の組み合わせはですね、変えてくれたんですね、要自動的に。どこは薄くしていいですけど、薄くしていいのは薄くして、どんどん薄くして、逆に疲労寿命が足りないところを厚くしていくことによってですね、疲労寿命を高めることができたと。で、要は経路が測りながら疲労寿命をですね、減ることなく、確保できますと。あるいは増加することも可能になる、示している事例であると。で、今度はまた公共の対象で、製品との、比較計算ですね。これ、ドイツの自動車メーカーの使っている事例ですけれども、ちょっと時間の関係上、詳しく説明しませんけれども、これはある程度大規模なものですね。アルミ鋳造の部品で、110万ジュールの問題でですね、主に、ソルト系の要素ですけれども、トゥルテン要素を使ってですね、いろんな荷重パターンを組み合わせて、行っているデューティーサイクル計算ですけれども、で、共同対象の製品を使いますと、いわゆる分離型の疲労計算を使いますと44時間かかります。計算時間ですよ。で、MC7 組み込みの疲労計算で、1.2 時間くらいで計算できましたけど、先ほど示したのはこれ以上ですと。もう一つ、ボールはですね、トリム部品の、トリム付きのフルボディのベンチマークで結果ですけれども、こちらモードル、稼働と解析でして、これも400万ジュードル A セットを使っている場合ですね。実際全体の G セットでは450万ジュードル問題で、15のサブケースであります。
固有モードは200くらいある、250ありますけれども、実際はこれは全体の計算としては約400万超えているような需要の問題で、シロール計算においては約40万要素のシロール計算を行うと。言ったのは、応力の高いトップ 10% の要素だけを計算を行うと。MC 第3の組み込み型シロール計算では、いわゆる応力高い何パーセント要素を指定することが可能ですので、で全体は計算できた、ですね、で、実際のヒロール計算必要な部分の要素だけですね、指定しておくべきだと。あとは、時刻で書かれるレンフル関係も、小さいサイクルを無視していいだと。で、高いサイクルだけのものを、使うことによって、圧縮することによってですね、価値の圧縮することを高速計算を行う可能です。これを、この問題に対してはですね、全体として2.5時間かかりますけれども、で、ナイスラーの、モータル固有ベクトルを求める部分と、あと応力のデータですね、使用数も、稼働と計算ですね、モータル稼働と計算のデータリカバリー応力ですね、計算のところは 1時間かかりますけれども、ナイスラーインバーディードファティークでは 1.5 時間かかります。こちらいろんな複雑な荷重パターンは、デューティーサイクルを組み合わせてたら疲労計算ですので、こういうのケースもあり得るというふうに示している事例です。今度はですね、こちらはナビスターの、ですね、事例ですけれども、こちら先日の米国ユーザーカンファレンスですね、発表されている事例ですけれども、これもトラックキャップル計算でいろんな複雑な荷重を組み合わせているイベント書いてますけど、いろんな、イベントですね、組み合わせる複雑な荷重を組み合わせる計算を行った事例でして、で、ではですね、実際のヒロール計算領域としては、こういった、まあ、色違いによって書いてますけれども、A6、IM、メッキの項と、5万くらい要素の部分と、あと 50K ですね、IM、メッキの項を、これ1万4000くらい要素ですけれども、疲労計算を行った事例を示していますと。で、実際、どれくらいの、サクッと速いとか、ファイルは少ないとか、ファイルサイズ小さいとかという話はしましたけども、で、これ事例を使って説明していきたいと。こちらですね。で、実際の先ほど示している事例の、計算時間を見ますと、ボンディング型疲労計算でですね、疑似静的手法を使う場合は48分かかったケースですけれども、モーダル行動解析では、120分くらいかかったようなケースですね。一方、組み込み型の疲労計算は、12分くらいで、正解するケースはできてまして、で、動解析でもですね、25分くらいで計算できますと。だいたい4倍くらいですね、4点数倍くらい、高速化はできてますとですね。で、これは計算の時間ですので、マニュアル的な作業のところまだ含まれてないと。で、実際のファイルサイズどういうことになりますと、こちらは一番下に見ていただければですね、わかるように。で、こちらメガバイトですけれども、こちらはですね、ボンディング型疲労計算は静的ケースでは300ぐらいメガのファイルを使ってましたけれども、一方ですね、モーダル稼働と解析を使った場合は、ですね、こちら、どれくらいですね。もう、銀河単位のようなファイルサイズなんですね。で、一方ですね、こちら、組み込み型疲労計算は全部合わせても30数メガのようなファイルで計算できますよという話をしています。要は、ファイルサイズ非常に小さいと。より移植性は非常にいいですよという話をしました。実際の移植性だけではなくて、計算マシンと対するスペックも、それほどかからなくて、計算できます。一つ示したのは使うファイルの数ですけれども、10内のボンディングが当たる計算ですね。一番下にを見ていただければ、100何十個のファイルは、当然に合わせるとそれぐらいかかったケースと、組み込まれる疲労解析では、まあ、数個のファイルで計算できましたという示しです。そのファイルの数は圧倒的に少ないと。以上は、ケーススタディは申し上げますと。で、実際まとめに入りますけれども、MC、ナイスの組み込みが当たる疲労解析ではですね、まず、高速のワンステップ疲労解析と、応力解析疲労計算ですね、できますと。では、生産性は大幅に向上できます。いわゆる先ほど、高速化、大きなファイルを出力を転換、変換、転送不要であると。ですね。で、疲労解析のプロセス透明性と、移植性は優れてますとですね。で、最適までもサポートできますし、
で、実際ですね、疲労回復専門家だけではなく、全員、ヨガ要素を利用している全ヨガは疲労回復を行うことは可能になりますと。要は、その疲労計算に、対するハードルはですね、非常に大幅に低くしたと。で、我々としては、要は MC ファティーグルに、まあ、20年前からリースして以来ですね、CA にベースする疲労解析は最も重要な解説であることは、認識しています。以上、私の説明は終わりましたけれども、ご清聴ありがとうございました。